じゃあ一斉に、一斉に発表していきたいと思います。それでは皆さんよろしいでしょうか、はい、いきますよ、せーの、ドン。はい、おっと、ちょっとリアルだなみんな一人ずつ見ていきましょうか、はい、じゃあまずはそうですね、じゃあガッくん、小野大輔くん、はい、どういう、どの辺がつぼりました、朝目覚めの瞬間に、おはよう、ご飯できてるよって言ってほしいです。作ってほしいんだ、あいつで、その声で起きたいんだ、はい、小野さんの声で起きたいです。好きなんだね、小野くんの声がね。いや、しかも優しいじゃないですか、小野さんって。あ、まあ、優しい優しい、確かに確かに、包容力と、うん、あのボイスで目覚めはもう最高だと思います。最高の1日のスタートを切れるということですね。わ、はい、かりました。あ、なるほど。じゃあちょっと矢野くん行ってみようか。矢野くん行きましょう。はい、まあ、あの江口さんなんですけれども、抱かれてもいいと言ってた、めちゃくちゃやっぱり優しいんですよね。で、何言っても笑って返してくれるし、はいはい、で1回 BL の絡みをラジオでやったことがあるんですけど、はいはい、その時に江口さんが攻めで僕が受けだったんですけど、めちゃくちゃ意地悪で、でもすっごいなんか優しいんですよ。もうどっちの話ですか、ドラマの話。ド M 心がバーン開いちゃった。もうエスコートがすごすぎて、もうラジオ中に僕どうなっちゃうんだろうと思っちゃうぐらい。何がどうなっちゃうんだよ。江口さんですね。優しい、優しい男が好きなね、二人ね。やっぱね、優しいお兄さんが好きなんでしょうね、二人ともね。はいはい、じゃあちょっと豊島くんは。そうですね、僕波多野渡さんなんですけれども、僕長野出身で、波多野さんも長野出身なんですよ。あ、同居だ。なのでこう結婚後とかにこう地元に帰るとき同じ、まあ、ちょっとリアルすぎる、帰れるかなー考え方リアルっていうのもありますし、あと波多野さんあの都市伝説系が好きなんですよね、理由的な。で、僕もすごく都市伝説が好きで、一回前番組に呼んでいただいたときに、もう台本無視して二人でずっと都市伝説の話をしちゃったぐらいやっぱお話があったので、もうやっぱりすごく僕は身を預けたいなっていう気持ちがありますね。急にそこだけはリアルでいきたいんだね、はい、いやすごいですね。じゃあちょっとスバルくんは。はい、僕ガチで考えたっていう津田健次郎さん。いや、ガチだなこれ本当な。津田健次郎さん、やっぱね、正直今までこういうことを真剣に考えたことなかったんですよ、はい、ただよくよく考えたらやっぱね、男らしい人が好きっぽいんですよ僕、うん、その奥に隠れてる自分が、ね、いるんだね。そうそうそう、なんか気づいちゃった、向き合ったの、うん、ずっと鏡見ながら自分と、わざわざ俺割とだからその俺が行く方かなと思ったら、うん、いや来られたいのかみたいな。なるほどね。真剣にやっぱそんなのでやっぱ男らしい人代表というか、つったところでやっぱ津田さんなのかなと。あとね、実際プライベートでもすごく仲良くさせていただいて、仲良くってちょっと生意気かも分かりませんけど、結構いろいろ教えてくださったりとかするんですよ。なんか今後もっと特別なことも教わりたいなって。スバルの方が尽くす感じどっちかっていう。あ、そうね。振り回されたい。あ、そう、俺こう見えて結構尽くすタイプ。さあさあさあ、いや、わかりますね。緑川さん一回ちょっと飛ばしましょう。そちらお二人だからその何かをさ、俺まず森川さん、俺はね、ドン、マモちゃん。俺はね、だから俺、マモちゃん結婚でしょ、はいはい、そしたら僕仕事辞めて、もう全部尽くしますよ。ほう、もう食事の管理から何から、やっぱもう彼のスター性を守るために内助の功になります僕は。なるほど。そう、マモです。結構じゃあそこまでもう生活面倒を見る感じに、しっかりなんかやっぱね、このスター性を裏で支えたい。僕もいろいろ知ってるからこそ、いろいろね、かゆいところに手が届くんですよね。そうかもしれない、今のノウハウを生かしてぜひね、支えたいなと思う。いいですね。はい、はい、じゃあ浪川さん。いや、今のはもうトーク聞きたくなかったんです。全然聞きたくない、そういう話。森久保さんちの翔ちゃんですよ。まあ片思い片思い言われてますけど。変な空気になっちまったじゃねえかよ。こんな公開で振られることあります？ごめんなさい。なんでごめんなさいまで言われてる。なんで結構、いや、人ってちょっといきなり好きになっても、うん、やっぱ長く付き合ってみないと分かんない部分ってあると思うんですよ。結構長く付き合ってきたんですよ。若い時からずっと知ってて、この人は本当にいい人なんだなって本気で思ったのに振るなよ。一番マジじゃん。いや、まいったわ。あと自分の時間が好きなの。
僕は一人でもなんかこうかまってちゃんがあんま好きじゃないから、うん、森子さんは一人でもできちゃ う、ね、頑張れる人だから、ね、そっか。だから浪川さんも一人の時間をちゃんと大事にできるし、はいはい、だって結婚ってそういうことだからね、ずっと付き合ってるの違うわけだからね。あそうでしょ、みんななんかずっと一緒にいて小野大輔君と朝からずっともうおはようって言ってほしい、そういうことじゃないのよ。リアルですね。いやガチで考えました。ガチで考えてガチで振られてる、そっちの2人が一番ガチでしたね、うんうん、さあここで緑川さんいきましょう、はい、どうだったでしょうか。僕もそうですね、あの既婚者目線で、うん、僕うちも今年22年目か、そんなにいますか、はい、でまあそんな感じで考えてもこの方ですね。いやガチだな。ガチノリさん、まあ、若い時に結構レギュラーでご一緒させていただいたんですけれども、もうその頃から優しくて、優しいですね、確かに。で今日の僕の番組でゲストに来ていただいたんですよ。で最近ちょっとあの共演することがあって、うんうん、久しぶりにあの役柄的にも絡んだんですけど、本当に何だろうな、久しぶりなんだけどホッとする。そうですね、やっぱり何だろう、あの自分より年下の人が自分より上の役を演じたりもする業界じゃないですか、うんうんうん、だけどやっぱり自分なかなか僕の年齢ぐらいになると先輩とそうそうアニメでご一緒する機会も減ってくるじゃないですか。だけど本当に運よく一緒ご一緒させていただいて、やっぱり先輩のもう隠しきれないその包容力がもう声から伝わってくるんですよね。本当なんかね、松本さんいい声だし優しいし、ご本人もすごくいい人だし、昔から変わらず僕にもそうだし、今の若手に対しても本当に全く気負わず本当に素敵だな、うん、緑川さんそれ惚れてますね。そしてもうそこまでいくともう DNA が求めてますよ。松本さんでもね、松本さんと BL やったことないんでやってみたいよね。なるほど、へえー、そうなんだ。しかもね今日先ほどまでご一緒だったんですか、うん、はい、あなんかコメントでは何ですか、あ小安さん小安さんってコメントが多いです。緑川さん、小安さんが泣くって書いてある。小安さんなんか軽く振られたみたいな空気感出ちゃいましたけど。いや小安さん大好きですよ、うん、はい、もうでも、あでもね小安さんちょっと S だからな。あじゃあ結婚じゃないって感じ。そうなんですね、結婚ってなると、うん、やっぱり、ね、松本さんの包容力の方がちょっと求めてる、ね、